終わってるんだからもう。大変失礼いたしました。皆様おなじみのセプテンバーという曲で、ディスコテックで流行ってる曲でございますけど、この曲をまずお送りいたしました。セプテンバーというのはもう皆様おなじみ9月のことでございますね。そうですね、今は8月なのでですね、8月の歌オクトーバーお送りしましょう。オクトーバー、ちょっとオクトーバー、バカみたい、あなたバカにされるわよ。8月はフィブラリー。何しろこいつ学校出てないもんで大変失礼いたしました。それではですね、今度は皆様よくご存知のグループの曲を1曲ご紹介いたしましょう。世良正則とツイスト、皆様知ってますね。はい、世良正則の曲を皆様にお送りするわけでございますけど、何ですかあなたは。世良だ。かなりなりきっておりますので、ちょっとインタビューから皆様に聞いていただきたいと思います。世良さん、あの出す曲ヒットしますけど、なんかそういう秘訣でもあるんですか。うーん、おけつあるけど秘訣はねえや。そうですか。全部自分で作詞作曲なさるって聞いたんですけど。オブコース。あ、違うそうでございます。毎日のようにテレビ出演しておりますけど、なんかどうですか、そのテレビの調子は。テレビは遊びだ。そうですか。それでは、うちのバンドで1曲よろしくお願いいたします。お前こんなコミックバンドで歌うほど俺は落ちぶれちゃいねえだろ。大変失礼しました。それでは早速お届けいたしましょう。燃えろいい女、お送りします。またひとつきらめく風がこの街を散歩する。夏の棒焼け尽くせ、熱い熱い眼差し、燃えろ。どうも、聞いていただきました。燃えろいい女、それをお届けいたしました。俺からいいとこなんじゃない、やめてよ。さ、大変失礼しました。それでは今度はソロシンガーで、今もう若い女性に大変な人気、もう皆様これを言えば分かると思いますけど、今度はですね、秀樹の曲を皆様に1曲ご紹介しましょう。それではうちのウガンダが秀樹になりきりまして、皆様にお送りするヤングマン、続けてお送りいたしましょう。オラヤンマン、さあ立ち上がれよヤンマン、今飛び出そうぜヤンマン、もう悩むことはないんだから。ヤンマン、ほら見えるだろうヤンマン、君の行く先にヤンマン、楽しめる。食べたいもの何でも食べるのさ。わーいデブ死ね、わーいデブ死ね、痩せよ。さあ、オーケーブーンダンサー、アラベスク、アラベスク、ア
わかんだろう、お前。これは左巻きだよ、ほれ。あれは右巻きだよ。ねえねえ、あれ両方だべ。うんが、すだれの巻きだ、すだれだ。ちょっと待て、ちょっと待て。俺たちのことすだれ巻きって言ってるの。ねえ、何のこと言ってんのよ。トンビだ。私たちコンビよ。トンビのことをすだれ巻きだって言ってるんだ、飛び方が。空が真っ赤か、トンビがくるりと輪を描いた。ヘイヘイホー、ヘイヘイホー。それよさく、よさく、もう日が暮れる。よさく、よさく、山が呼んでいる。ほうほう、やったな、せなったな、やったさ、やったさ。何の今曲変わんなかった？変わんねえでしょ、スルメ。変わんねえな、おしんでのメンバー。変わんねえだろ。歌がうな、歌が変わんねえよ。何でも変わんねえど。うん、変わんねえから、おめ、なんかおめえも歌ってみるか。うん、私はまだいい。まだ歌らね、うん、じゃあこの田舎っぽい歌を一つもう一つ言ってみるか。行ってみるか、おい。俺自信ねえな。あれだねえかな、一本一本杉の赤花。俺がやべえ、東京さで行った時に、その歌を歌ってみて。やろうやろうやろう。白馬が青空見えな、雨風へいへいほー、へいへいほー。それいけそれいけそれいけ。呼んでいる。ほうほう、いかった。キンキンさん、何だよ。お楽しみのところ失礼しますけどね。いい、よく下回って、今日下回ってるどちらめ。今日さ、うん、今日じゃ今の曲さ、うん、歌変わんなかった。変わんねえべっちゃ、変わんねえべっちゃ、変わんねえな、おい、神殿の楽隊の人。変わんねえ、変わんねえの、変わんねえの。あなあ、変わん、あれなんだ、目パスパタいて、ああ、この骨、骨なんかあるか、すごい悪い。俺やっぱ東京さ行くべ。ちょっと待って、おい、いつの間にそして二人してそのあれか、骨と皮で口説いたとか。恋人よ、僕は旅立つ、東へと向かう列車で、華やいだ街で君への贈り物、探す探すつもりだ。いいえ、あなた、私は欲しいものはないのよ。ただ都会の絵の具に染まらないで帰って、染まらないで帰って。よし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 な。しかしあんだどう、おい、骨、骨皮、すらめえダメだぞ、この骨皮なんざに参ったら。え、うん、昔から言ってんでしょね、山男はダメなんだから気ぃつけろ。娘さんよく聞けよ、山男に惚れるなよ。へいへいほー、へいへいほー、それゆけ。よさく、よさく、もう日が暮れる。よさく、よさく、お山が呼んでいる。変わってねえぞ、変わってねえぞ、歌は変わって。しかしあんだな、これであれだぞ、山もいいしね、それから川もいいしね、
あの白目はどこがいいの？私はね、山へ行ってヤッホーっていうのもいいしさ、うん、海へ行ってヤッホーっていうのもいいし、川でヤッホーってみんな好きだな。キンキンはどっちが好きなの？マニあれ、まあ、なんか変わっちゃったね、雰囲気が。私もね、山へ行ったり海へ行ったりして、まあ、中でもこの遠くで、まあ、海原を眺めていて、あのカモメのね、飛んでいく姿とか、そういったものを眺めながら、ずっと昔からそんな旅をしてみたいって思っていましたね。知れとこの岬に浜那須の咲く頃、しかし今度はいつからね、いいね、私も旅をしたくなった。そう、うん、それじゃあお揃いでね、村の青年団と、うん、行ってみなさい。いい？私を待ってる人がいる。いい日旅立ち、夕焼けを探しに、母の背中で聞いた歌を道連れに。お近くのイギの衛星探偵たち、いいニュースをご覧になりましたが、神戸、サンフランシスコ方面は乗り換えです。神戸。神戸、船の明かり映す濁り水の中に、靴を投げ落とす、そして一つが終わり、そして一つが生まれ、誰かうまい嘘をつける相手探すのよ。コココベベベベ、コココココベベベベ、北の町ではもう悲しみを断のね、燃やし始めてるらしい。若いと誰もが心配、訪ねてくるよ、遠慮はいらないから、温まっていきなよ。大丈夫なの、温まっていきなよ。ついていますイラストマークをはがきに貼って、住所、氏名、年齢、郵便番号を書いてお送りください。詳しくはお店でどうぞ。牛乳石鹸の製品です。しかしまあこののんびりムードも、あ、もっとこっち。キンキン、何よ、いつまでそれ続いてるの？あのね、
まあ特にこういったのんびりしたムードの時はね、このままこれをずっと続けていたいもんでね。まあそういう私もね、これを機会に、ね、キンキンってさ、おひげとさ、メガネと帽子がつくと人が変わるのね。すっごく変わっちゃってね。私もまあ近々にこれで屋根の上のね、太鼓叩きぴったり太鼓叩き。どうもしがらきさん、すいませんでしたね。どうもありがとうございました。それからビジホーに、しかしまあこれでなんかこれゆっくり話し合いたいんだけども、そうもいかないからね。一つスイカでも食べる。半分ごっこしてるじゃん。悪いね。それに行きたいよね。おいしそうで食べる。しかしね、昨日まではどうぞ。はい。食べなさい。おいしいな。いや、ね、め、これ、め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 。スイカってさ、カブトムシの匂いがするね。ねえ。どうしてスイカはカブトムシの匂いがするの？はい、なんか、つって臭いとか。じゃあ、はい、カブトムシはスイカを食べてるんです。そうそう。答えにも何にもなってないじゃん。ほんとだよ、カブトムシのさ、虫かごの中鼻突っ込むと、スイカの匂いするの。俺は今までずいぶん長いこと生きてきて、スイカは好きだったけど、スイカはカブトムシの匂いがするってのは知らなかった。でもな、うん、冷やしラーメンはヘの匂いがするな。嘘だ嘘だ嘘だ。するよ。なんだ今度食べじゃない、これはみんな気がつかないぞ。冷やしラーメン知ってるよ。冷やし中華食ったことねえな。あれを食べてみろ。あれを食べるときね、ふーっとよぎるのはあの懐かしいヘの匂い。嘘だい。バカだよ、キンキン食べるときはいつもおならしながら食べてるんでしょ。そんな人いないですよ、スカンクちゃんあるまいしね。そうか、それぞれふるさとはあるだろうけども、ビジホ、君はどこだ。あ、じゃあリーダーから行こう。俺はまあ大したとこじゃないけど、うん、どうせ大したとこじゃない。どこだ。世田谷。言わないで。世田谷だってついこの間までは辻切りが出てたんだ。分からん。うん、板橋。しかばだな。東京出身だもんな。何だわ。六本木。大して変わり映えしないところ。俺スガボ。スガモ。スガモ。マジで。お前好き。なんでひいきするの？俺スガモ。本当ですか？おい。いやあ。スガモどこ？地蔵通りです。おお。俺陸軍屋のそばへ。あ、それじゃあそこのところ駅のそばのベニヤっていうコーヒー店知ってるか？ああ知らないです。知らないです。バカ言って、あそこのおばちゃんはな、俺が小学校1年の時から。お別れの挨拶。はい、お別れです。お昼のひとときシャボン玉。夢が広がるシャボン玉。シャボン玉、こんにちは。あー、今もやってまーす。お前、スマホか。行幸小学校か。あ、いや、そうじゃない。来週もやってまーす。そうか。巣鴨か。明日じゃないよ。来週ね。まだね、まだ。来週のシャボン玉、こんにちはは、ご覧のゲストを迎えてお送りいたします。昔の鳥居じゃない。うわ、客じゃない。キャプテンに来ましたね。来た。おみこしの鳥居じゃない。そう、つまりね、おみこしの鳥居じゃない。おみこしの絵が違う。おみこしの鳥居じゃないって。鳥居じゃない。鳥居じゃないんですよね。じゃあ秋野さん、秋野さん、そうなんだ。おみこしの鳥居ではないんですよ。ね。おみこしの鳥居ではないんですよ。あの、あっちの大きい鳥居が違うんじゃない。はい、そうです。どういうふうに違うかわかりますか？長さが違う、長さが。そうです ね。本当はこれね、一番上が長くて、これ、これ短いんですよね。あ、そうでしょ、そうでしょ。あ、ね、なるほどね。でも、お稲荷さんの鳥はいいんじゃないですか。違うですか。いや、知らない。あんまりよく知らない。あんまり変なこと言わないでください。怒られちゃう。はい、では、これ、この鳥居が違うというところが正解で、3対2、アメリカンフットボールチームの勝ち。これはあの、ね、トレードが大変、これからの勝敗大事ですからね。はい、よかったです。おまけしてもらってみたい。いやいやいや。じゃあ、平沢さんをすみません、ちょっと散歩してきてください。で、奥様をいただきたいと思います。はい、では席を変わっていただきましょう。北村さんの奥さんと、それから平沢さん、トレード。はい、はい、得点が変わりまして、一気にアメリカンフットボールチームは70点になりました。70対マイナス10ということで、80点の差がついております。さて、それでは次の問題に行きましょう。次はですね、チェックリポートですね。スタート。夏はやはり喉が渇きますので、ビアホールに入ってぐーっとビールを飲むと喉に染みて大変美味しいんです。これは渋谷のあるビアホールです、ね、最近は女性の人も多くなりました。
中には変な人も何人かいるんですが、この中に5つ間違いがありますので、それを探してください。覚えておいて答えてくださいね。いいですか。いろいろなものがズームインされておりますが、その中に5箇所違ったものがあります。ということでした、先ほどはこっちからでしたから、今度こちらですね、酒井さんから参りましょう。どうぞ。ストローでビール飲んでた。はい、そうです。はい、続いて井上さん、はい、酒のマスにビールを入れていた。そうです。福富さん、大ジョッキの方が安かった。そうです、値段が安かった。そうですね、本当そうですね。はい、それから北村さんのご主人、御用提灯。はい、そうです。残りは1つ。奥さん、わかりません。わからないですか。それでは平沢さんどうぞ。フライドポテト。いや、あれは合ってるんですよ。河野さん、わかりません。わかんない。じゃあ玉岡さん、わかります。わからないですか。じゃあ秋のキャプテン、ごめんなさい、わからない。さあ、いよいよ中さんのみ、タバコで憩いっていうのがありましたね。はい、そうです。やったー。あれは昔のタバコだからね。そう、さすが古い人。憩いってもうないんですか。そうです、そうです。昭和49年以来、製造しておりませんで、それが売られているということはないんです。知ってましたね。古いことは何でも分かる。笑ってばかりいれません。3対2、今度は歯医者さんのチームが雪辱。それでは酒井さんいただきましょう。酒井さん70点。こちらから、平沢さんですか。はい、平沢さんマイナスに。平沢さんお返しするんですね。はい、はい、お返しします。あ、これはすごいトレードですね。これはすごいトレードです。さあ、一気に140対20ですよ。見てください、これあっという間にひっくり返りましたね。これだからトレードはね。さあ、しかしね、大物もらいました。70点。そうですね、ね、このまま突っ走ればいいわけですね。あの人取られちゃダメですよ。え、もう絶対取られない。取り返したいと思います。そうね、取り返したいでしょうね。はい、はい、両方の気持ちはよくわかります。それでは最後で多分、最後で多分、うん、こちらが勝ってもですね、逆転すると思いますし、こちらが勝ったらそのまま突っ走ってドーンと得点が増えると思います。最後の問題に参りましょう。最後は間違いソングです。迷子の迷子の子猫ちゃん、あなたのお家はどこなのよ。お家を聞いても答えない、お年を聞いてもわからない。犬のおまわりさんでした。もう皆さんずいぶん昔に歌ったと思いますが、さあ今度はまた井上さんからいきましょう。
思い出の渚だったんですが、間違った歌詞。誰かさんが誰かさんが誰かさんがなくした小さい秋見つけた。目隠しお兄さんこちらの方へ。すましたお耳にかすかに響く呼んでる口笛怒鳴り声。小さい秋やってきたということでした。今度は健吾チーム先行。はい、横井さんどうぞ。見つけたがなくしたになってた。はい、そうです。瀬戸は日暮れて夕焼け小焼けあなたの島へ嫁いでゆくの。ありました。間違った方の歌詞を答えてください。だけになりましたけど、もう一つこれはね、どこが答えを申し上げますと、これは紋付き羽織袴を履いていますが、花婿さんに紋がないというのが答えです。はい、ね、紋がありませんでした。これでちょっと答え出ませんでしたので、2対2同点引き分けでございます。したがってトレードはありません。それでは次の問題に参りましょう。今週のチェックリポートスタートです。今週のチェックリポート、港横浜にやってまいりました。マリンタワーも見えますが、いろんな外国の船もたくさんこの横浜港には入港してまいります。観光船に乗って海の上から横浜を見ようという人も多いようですが、これは元町ですね。有名な中華街、この中に5つ間違いがあります。間違いを覚えておいて答えてください。外人墓地も綺麗です。港が見える丘公園というのもありました。ちょっとおかしな人もおりましたけれども。